こんにちは、ほのぼのハッパチャンネルです。このチャンネルでは小さなハッピーを発見し、毎日ウキウキワクワクできる、そんなヒントになるかもしれない事柄をお伝えしていきたいと思います。今ね、地元の氏神様のところに今年のお礼参りに行って帰ってきたところです。午前中のうちにそれを済ませたかったので、朝見たらね、大雪が結構降ってきてたので、ちょっと見送ってたら今晴れたので、お昼ちょっと前に行くことができました。綺麗なね、晴れ間だったので外に出てみたら、やっぱりね、雪が降るだけあってめっちゃ冷たいというか痛かったです。で、鼻の頭も赤くなるしね、もう手は凍ってくるし大変だったんですけれども、無事にね、お礼参りしますことができました。さてさて、今年はですね、ちょっといろんなことがありました。私 YouTube を始めたのが5月なんですけれども、5月のですね、これ手帳を見て今振り返っているんですけれども、5月の11日に YouTube1 本目を動画を投稿しました。そしてですね、今現在は、普通の YouTube の動画が71本撮ったところで、この動画が72本目となります。でもその中でですね、1本だけはちょっと削除してしまったのがあるんですけれども、それでトータル72本です。そしてショート動画の方が今のところ2つ出したことがあるんですけれども、そんな感じの今年の成果でございます。そして年末12月1日に投稿した動画の中で、私はダイエットをしますっていう宣言をしました。で、その12月1日からもうね、ダイエットはスタートしたんですけれども、そして1ヶ月経った段階では今のところマイナス2キロです。そして来年1年を通してね、トータル10キロぐらいは痩せたいなと思っております。それを宣言したんですけれども、今も継続中です。そしてこの YouTube なんですけれども、やっていてね、いろいろ思うところがあるわけなんですね。本来なら YouTube っていうのはシステム上いろんなことをやるんではなくって、一つのジャンルに絞ってやっていった方が結局ターゲットがね、定まって、植物のことなら植物のことっていう風にやっていく方がチャンネルとしては伸びるらしいんですね。なので本当はそうした方がいいんではないかなとは思うんですけれども、私自身植物のこと、お料理のこと、生活のことですね、いろいろやりたいというのがあって、いろいろ投稿しているわけなんですけれども、そこでね、ちょっとね、いろいろどうしてね、この先どうしたらいいのかなっていうことをちょっと今悩んでいるところです。まあ、そういうこともあって、ちょっとね、しばらく今お料理のこととかをお休みしているような形なんですね。本当は料理の投稿っていろいろしたいんですけれども、キッチンのね、ちょっとレイアウトとか、その撮影機材とか、どういう風にセッティングするかとか、そういうところでうまくいかない部分も今あり、お料理の方はね、ちょっとあんまり自分の納得いく映像も撮れないので、とりあえず今お休みをしている状態です。その間に今ね、登録者数がまだ500人にちょっと満たない部分なんですけれども、それ1000人超えてきた頃にお料理の方をどうするかってことは考えていきたいなと思っています。なので今はね、とりあえず植物のことと生活のことっていうのをやっていきたいなと思っています。ただね、ショート動画の方ではお料理の方も少しなんかね、載せられることがあればやってみたいなと思っております。そしてね、今日ちょっとお話ししたかったのが、昨日ね、ゴミの日だったんですね。最終のうちの地域の可燃ゴミの日だったんです。で、その日の前の日、一昨日の夜にね、急にちょっと思い立って片付けをしました。私がね、片付けの話をいろいろ今までしていたんですけれども、そこでね、手をつけられなかった箇所が一箇所あったんです。今までの私の写真なんです。写真がね、10代の終わりぐらいから40代の途中までの写真がずっと保管してありました。ずっと捨てられないでね、一箇所にね、しまってあったんですけれども、それをね、処分するような気持ちにやっとなりました。数枚ね、やっぱりね、ピックアップしてね、どうしても残しておきたい写真とかをこう撮っておいたわけなんですけれども、これをね、やっと今回処分することができたんです。実はですね、私ね、
いわゆる世間でいうところのバツ2なんですね。離婚を2回しております。そして今結婚しているんですけれども、これが3度目の結婚なんです。で、10代の終わり頃からの写真っていうことだったんですけれども、一番最初の結婚した相手がですね、一番最初にお付き合いした人だったので、本当に10代の最後の方にお付き合い始めて結婚したって形なので、その頃からの写真がずっとね捨てられずに置いてありました。捨てられないと言っても、時々見返しているとかそういうこともなく、もうずっとね入れたまんまなんです。その入れ物に入れたまんまで開けることができなくって入れたまんまになっていた写真です。で、2回目の結婚のね写真とかもあったりとかしたんですけれども、ずっとその人たちとの思い出の写真っていうのは封印した状態で置いてあったんですね。そしてね、2度目の結婚相手も、今の結婚相手の主人もですね、みんなね優しいというか、私が写真を持っているよってことは知っていたんですけれども、それをね処分しなさいとは全然 言わなかったんですね。処分したくなったらしたらいいよっていう感じで言われていたので、私もそれに甘えてずっと置くだけですね、もうしまってあったんです。でもやっぱりずっと置いてあることがね、心のどっかで気になっていたんですね。なので、もうこの際片付けをね去年からずっと始めて、だんだん物を手放していた時に、やっぱりここのね一角だけがずっと気になってたんですよ。そして今回ねやっと思い切ることができました。それでもね袋に入れてゴミにね捨ててしまって、収集車が来てね持って行ってくれるまではやっぱり気になってて、どうしようかなってちょっとねざわざわはしてたんですけれども、もうねふっとゴミ捨て場を見た時に、あ、もうなくなったっていうのを見た時にちょっとスッとしました。結局ね、いつでもまだ取り戻せるかもっていう風にね写真を思ってしまうと気になるんですけれども、いざもうそこになくなってしまったら、もうね諦めがつくというか、ちょっとすっきりしました。ちょっとね、いろいろ思い出して悲しい思いとかもあったんですけれども、最後にねその写真たち全部ね一応パーッとね見返したんです。ものすごい量があったんですけれども、全部見返してみて、あ、こんなこともあったな、あんなこともあったなっていうことも分かった上で、自分がね、あ、綺麗な頃、私の若い頃の綺麗な写真とかを数枚ピックアップしたりとか、飼っていたペットとかね、そういう写真があったらそういうのも数枚ピックアップしたりとかして、ほぼね処分してしまいましたが、今回ね今年最後にねできた、これが良かったことじゃないかなって思っております。世間ではね、バツ1とかバツ2とか言いますよね。実際私もね離婚して後悔したこととか反省したこととか、あ、本当に私ってこういうところダメだったなって思うことってねものすごいありました。結構自己嫌悪に陥ったりね、辛い時期もね正直めちゃめちゃありました。本当ね語るに尽くせないぐらい自分のことを反省した時期もね多々あったんですけれどもね、よくねバツ1とかバツ2って言いますけれども、私はバツじゃないと思っています。いろんな思いをね経験したからこそ、経験値が私は高まったと思っています。なのでね、今回結婚3回目したところでね、いろいろ反省を込めて、本当はね3回目の結婚はしないつもりでいたんですけれども、令和のね元年に11月11日、1が全部続く時に結婚したんです。11111ね。令和元年11月11日に結婚し、婚姻届を出したわけなんですけれども、本当はね、もう、入籍しなくっても、続けられる関係は続くんじゃないかなと思って、入籍しないつもりでいたんですけれども、入れようっていう話にね、今の主人とそういう話になったので、入れることになりました。そしてね、3回目の結婚ということで、よくね×1 ×2 とか言うじゃないですか。で、私は3回目の結婚は V3 だと思っています。ビクトリーの3ですね。なので V3 を達成することができたわけなんです。なのでね、今令和3年の終わりなんですけれども、まだね令和元年に入籍して2、3、まだね 2回目のね結婚記念日をこの前終えたところなんです。私たちのね年齢になるとね、もうね離婚されている方っていうのも結構いらっしゃると思うんです、周りに。でね、よく恥ずかしそうにね、私バツイチなんですとか言われたりするんですけれども、恥じることはないと思います。なので離婚されている方も、そのまま結婚を継続されている方も、みんなねいろんな思いを持ってやってると思うので、
いいんではないかなって思います。あ、人間ね、いろいろね、悲しい時期とか辛い時期とか、あの自己反省、自己嫌悪をする時期っていうのはあると思うんですけれども、その先ね、必ずね、またジャンプアップできますからね。あの、それは私も実証済みなので、あの今ね、辛い思いをしている方もずっとそれが辛いのが続くって思わないでください。それがジャンプアップできるようにね、どうやったらね、自分は浮上できるかなって考えて生活を送るといいんではないかと思っております。ちょっとね、年末にちょっとあの思い出の写真たちを処分して、少しセンチメンタルになったっていうところもあるんですけれども、これでね、ちょっとまた心機一転、来年は飛躍の年になれるんではないかなと思っております。そしてあの皆様にね、ぜひぜひちょっとお伝えしたいのがですね、今年の最後、もしくは来年の頭にはですね、その年、新しい年、1年で何をね、自分はしたいのか、何を成し遂げたいのかってことをぜひ目標を立ててください。その年の抱負ですね。それをね、あるのとないのと全然違うと思うので、ぜひ頭の中で思い描いてください。そしてできればですね、手帳でも何でもいいので、書き記すことも大事です。今年はこれをしたい、自分はこうなりたいってことをもう書いていくことが大事だと思いますので、ぜひぜひ実行してみてくださいね。今年も本当に大変お世話になりました。めちゃくちゃね、あの皆様の、あの応援が励みになりました。たくさんコメントいただいたり、あのいいねボタン押してくださったりね、あの本当にね、嬉しかったです。あのなかなかね、自分のチャンネルっていうのが、あの少しずつ少しずつでもね、伸びていくのを見ているのは本当に嬉しくって、あのたまりません。あのありがとうございます。またね、来年も頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。何かね、アドバイスとかあったら、ぜひぜひね、教えてください。それではまた次回まで、というかもう来年ですね、来年まで、ではまた、バイバーイ。またね、来年よろしくお願いします。